よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、結局させていただきました、はい。今日は学生さんたちどんなお料理を作るんでしょうか。はい、今日は新春ですので行事食を作るようにしています。はい、まあ、健康用調理なので高齢者の方に食べてもらいやすいポイントを、はい、いつの間に進化、いろいろ進化してますかね。すごいですね。今から蒸します。こんなに顔面にね。どんな作業に移りますか。この出汁で漬けた人参と大根を小松菜で煮ますと。あ、作業ですね。出汁に。そうです。あ、じゃあちょっと下味っていうところですか。水気取りながら、はい、集中しますね。全集中。うん、全集中。そして集中を途切らせる。そう、やっちゃった感じです。全然じゃなかったっていう。全然全然。はい。はい。はい。この状態で巻くんですね。はい。巻けて。はい。この上に。肉の上に組み合わせて、あ、そういう風に組み合わさっていくんですね。はい、そうですね。まず具材は玉ねぎ、生のままです。生のままでいいですね。はい、で、学生のレシピの中には、人参の端切れを、ちょっとみじん切りにしてたと思うんですけど、はい、もしなければこういう玉ねぎだけでも大丈夫です。はい、そこに鶏ミンチを。いきます。今日は学生 の、 そのテーマの中で鶏肉を使うっていうのが実は一つテーマに入ってたんです。なんで鶏肉なんですか。鶏肉はですね、冷えても食べやすいお肉なので、あとカロリーが低めなので、はい、使いやすいものになるので、今日は鶏肉を使うようにしています。鶏肉を使ってということで、このレシピが見られたんですね。はい、そうなんです。で、ここに、卵を入れていきます。もう卵はこのままでいいです。はい、はい、で、入れたら、この状態だとちょっと柔らかすぎるので、はい、パン粉を入れます。今これ使っているのは生パン粉なんですけど、別に乾燥パン粉でも全然大丈夫です。はい、パン粉がなかったら、お家にもしパンが残ってたらパンちぎってもらっても全然大丈夫です。これは結構練った方がいいんですか。そんなに。いや、結構練ります。結構練る。はい、練らないとちょっとちゃんとできないので、もう肉巻きがちょっと弱いので。はい、棒状にするんですね。はい、さっきの小松菜で巻いたお野菜が、うん、お肉の芯になるみたいな、そんなイメージですか。そうですね。はい、で今回は蒸し器でやるんですけど、レンジでやる方法もあるのでね、オーブンレンジで、はい、非常に手軽ですね。はいはい、はい、手まり寿司の酢飯作り。そうですね。実はこのご飯には秘密があって。秘密。ゼラチンが入ってます。お、綺麗にした。はい、食べやすくするため。ゼラチンがツヤツヤしてますね。はい、これが酢ですね。あ、そうか、だし、だし昆布と酢と、そうか、そうか、はい、砂糖と入ってます。美味しい寿司酢が、寿司酢が入ってます。美味しいですよ。はい、で中にね、栗も入ってます。ゴロゴロですね。そうですね。うん、さっき綺麗に裏ごししたさつまいものところに栗が、うん、
といですね。じゃーんって私がやる。あれっていう。あれっていう。できましたって。できました。ご飯が具材が。そうなんです。具材が少しずつ入っていて、でコーンと枝豆とごまが入ったり、このしらすが入ったり、ただ白ご飯だけじゃなくって、食材も工夫が、うん、そうなんですよ。あ、彩りも綺麗ですね。味も美味しそう。あ、作り方もこうやって作るんですね。上に乗せるんじゃなくって、そうですね。一緒に。そうですね、一回今こうやって巻いたものというかマリにしたものをまだのけて、そのラップの上に上のキュッキュッと、はい、で固定されるので。なるほど。今回5種類全部使います。6種類ですね。はい、あるっていうことなんで、味の組み合わせもいろいろ考えた、試行錯誤したんですか。そうですね、うん、茶碗蒸し仕上げに盛り付けてます。銀杏盛りましたよ。銀杏と、はい、銀杏とあと何ですか。銀杏と三つ葉とあと花形に煮た人参ですね。花形人参最後に、はい、最後の切り身を乗せて完成になります。最後の切り身も乗るんですか。はい、じゃあ白身魚。んそう、白身魚。あ、これは一緒に中で蒸されてないんですね。上に乗せて。そうですね。来ました。はい、じゃあちょっと開けてみようかな。ここでいい。うん、いいよ。じゃーん、仕上がりの確認はもうできてます。ちょっと弾力があるので大丈夫です。断面は、うん、あー、綺麗ですね。これ上にあんをかけて仕上げるということだったんですけど、これ自体にももう味がついてるんですか。これ自体にも味がついてるんですけど、銀あんは絡めて食べることによってちょっと飲み込みやすさを重視して、あんでとろみをつけて、はい、味もまあ大事なんですけど、はい、こっちは飲み込みやすさを重視するためにちょっと加えてみました。なるほど。ジュレがなるんですね。杉浦先生が進化していると驚いていたジュレですが、どのタイミングというかどういう発想でジュレ使うことにしたんですか。やっぱそのままだと味がやっぱないので、食べやすさも追求してジュレにしました。味と食べやすさと、はい、ジュレは何味になってるんですか。だしですね。だしのジュレ、はい、細い作業ですね、この手まり寿司。そうなんです、気の長い作業で。はい、いや、もう手まり寿司って聞いて思い浮かぶものではなかったです。すごいいろんな工夫がされていて、いっぱいいろいろあるので。うん、あ、これはこれでもいいけどね。なんかかけたら、うん、意外といい。うん、あ、いいじゃん、かわいい。かわいい、大事、かわいい。ねえ、じゃあこれここにしよう。ねえ、なんか飾り置いた方が、うん、これからプレゼンをしたいと思います。まずは肉巻きの方からお願いします。はい、肉巻きは焼くのではなく蒸すことで肉や具材を柔らかくし食べやすくしてみました。市松模様にすることで新春らしさも出してみました。銀あんを絡めることで食べやすく飲み込みやすさを工夫してみました。次は茶碗蒸しの方お願いします。普通の茶碗蒸しとは違い、柚子を器として使って工夫しています。柚子を使うことで香りも広がり、風味も楽しめます。銀杏はそのまま入れるのではなく裏ごし小さく丸めることによって食べやすさも工夫しました。
では手まり寿司の方をお願いします。普通の手まり寿司より野菜を多く使い、数の子やエビを使うことで新春らしさを出してみたのと、手まり寿司にすることで食べやすさもアップしています。お米は普通のお米ではなくゼラチンを加えたお米にし、飲み込みやすさを重視してみました。それとご飯にちりめんじゃこを混ぜることによってカルシウムも取れるようにしてみました。次は栗きんとんの方お願いします。さつまいもを裏ごしし、口当たりを滑らかにし、砕いた栗を入れることで栗の食感も感じられるようにしました。普通の栗きんとんと違って生地にカマンベールチーズを混ぜ込むことによって風味がまろやかになり、かつカルシウムも取れるようにしてみました。次は行事食についてのポイントを説明させていただきます。手まり寿司の方にレンコンを使っているんですけど、レンコンは先を見通すという意味があるので使わせていただきました。栗きんとんの方は金運の意味を込めて作りました。肉巻きの方は、大根と人参を使うことで家族を支えるという意味があるので使いました。今回骨粗鬆症の方に向けた新春料理を作ってみて、思ってた以上にまずは大変で難しかったです。けれどこういう経験をすることで様々なことに気づけることができました。例えば簡単なことなんですけど、食材を柔らかくしたり、生ものはあまり使わないように気をつけたり、どの食材を入れることによって栄養が取れるのかなど、そういうことに気をつけながら一からメニューを考え作ったのが初めてだったので、とてもいい経験でした。この経験を今後さらに就職先とかにも活かしていけたらいいなと思っています。リーダーをしてみて改めてリーダーの大切さに気づくことができ、チームワークもの大切さも気づきました。周りのみんなもいろいろ助けてくれたので、とてもスムーズに進むことができました。はい、じゃあ食べてください。いただきます。美味しいです。美味しいです。期待します。はい。どうですか？エビがプリプリで美味しいです。やりました。素晴らしい。ありがとうございます。すごいユズの香り。美味しい。美味しいね。私は手まり寿司が美味しかったです。手まり寿司も何種類かありました、ね、全部味が違うかったので、その見た目も楽しむことができて、味も全部種類違うんで良かったと思います。今までその2年間習ってきたことを全部詰め込んだ介護食にできたと思います。味としてはどうだろう、薄味で良かったとは思います。初めての経験だったんでうまくいったかどうかは分かんないんですけど、初めてにしては上出来だったんじゃないかなとは思います。肉は肉巻きが美味しいですね。あの出汁の味が効いていて、なおかつ食べやすかったです。みんなで料理するのはあの大変でしたけれども、やっぱりチームワークがあのよくみんなでできたので、今回は新春特番ということで健康栄養調理専攻の授業にお邪魔させていただいてのフードデザインでした。本当に学生さんたちが一から考えたレシピで、そうですね、はい、次はよく、はい、お料理している姿を見て、ね、ちょっとあの感動する覚えてしまいました。 ありがとうございます、まあ、ちょっとたくさん種類があったので一人で作るとかなり時間はかかるんですけど、まあ、学生がチームになってあのできたので良かったかなと思っています。はい、それではフードデザイン本年もよろしくお願いします。